1月に買ったレコード紹介。リサイクルショップ店長の小島翔大です。今月は僕が誕生日だったのもあってレコードをちょっとですが買ってきました。5枚かな買ってきたので、その中身を、紹介して、あとは、最近こんなやつ聞いてます的な話をですね、まあそれに絡めてしていければなというふうに思います。最初の1枚が、こいつですね、日本のヘビーメタルバンドなんですけど、80年代のラジアスのレイザーゲームというミニアルバムです。最初にそのイントネーションが分かんなくて、ラジアスでいいのかラジアスなのかがちょっと分からない。ファンの方並びに世代の方いたら教えてくれたら嬉しいです。で、これなんですけど、もともとデッドエンドってバンドが好きで、そのベースのクレイジークールジョーっていうめちゃめちゃド派手な人がいるんですけど、その人がいたバンドってことで、このバンドをまあなんとなく名前ぐらい知ってたのかな、まあ、きっかけはそんなところで知って、がどっかに行っちゃったんですけど、あのベストアルバムを CD 版のベストアルバムを持ってて、それを聞いて、そしたらめちゃめちゃ好きになってしまったと。このバンドなんですけど、ボーカルが女性なんですよ。森川邦子さんっていう女性で、その声がめちゃめちゃにかっこよくて、たまたまこれ見かけたので、買ってみました。A 面がライブ版で、B 面が、まあ、新曲とかがちらっと入ってるという感じですね。多分代表曲だと思うんだけど、ショックって曲があって、それがまあここに B 面2曲目にですね、バージョン違いなんですけど入ってる。その声が好きって言ったんですけど、説明が難しいからまあ普通に聞いてほしいですね。 YouTube でこのラジアスのショックって曲を調べてもらうと、ライブ映像とか出てくるので、それをぜひ聞いてほしいなというふうに知らない方は思います。これに関連してラジアスつながりで、これは今回買ったわけじゃないですけど、プレゼンスとかも僕は好きで聴いてますね。このアルバムもめちゃめちゃ最高です。もう捨て曲なしで全部いいですね。B 面の蜃気楼って曲が好きですね。なんていうかこうロックバラードの素晴らしい曲かなというふうに思います。プレゼンスのベースの、恩田さんが後のジュリアン・ド・マリーの人っていうところで、まあ、そういう認識もされてるかなっていうふうには思います。はい、続きまして2枚目洋楽なんですけど、これですね。2枚目は、エアロスミスのトイズインデアティックを買いました。他の動画で言ったかもわかんないですけど、まあ、エアロスミス、まあ、好きで、個人的には一番好きなアルバムだと思ってるのがこれですね。レコード版持ってなかったんで買ってみたんですけど、このアルバムは、まあ、有名な曲で、あのウォークディスウェイとかね、あのサンマ御殿のエンディングに流れる曲が入ってたりとか、あとはスイートエモーションとかも有名な曲かなと思うんですが、まあ、その辺がまあ有名で、他の曲もね全部かっこいいんですね。これも、全曲押せる素晴らしいアルバムだなと思います。1曲目のトイズインジアティックもすごい勢いがあってかっこいいし、エアロスミスのなんていうんですか、ロックバラードみたいな曲が結構好きで、90年代以降だとクラインとか、なんかミスアシンガーのアルマゲドンの曲ねとか結構有名なのが多いんですけど、これの最後に入ってる、You See Me Crying って曲もめちゃめちゃにいいバラードで、それが、最後につける素晴らしいアルバムだなというふうに思います。日本版だと闇夜のヘビーロックっていうかっこいいのかかっこ悪いのか分かんないタイトルがついてます。はい、じゃあ続きまして、買ったのがこれですね。フールズゴールドのファーストアルバムで、フールズゴールドはもともとダウン・フォーゲルバーグのバックバンドとしてやってた人たちらしい、まあ、最近知ったからそんな詳しくないですけど、ただまあダウン・フォーゲルバーグはほとんど全ての楽器と、あとコーラスとかも全部自分でやるから、この人たちはおそらくまあライブのサポートとかそんな形だったのではないかなと思うんですが、フールズ・ゴールドはたまたま店にあったセカンドアルバムのこのミスターラッキーっていうフールズゴールドのアルバムを聴いて、これがめちゃめちゃに良くて、まあ雰囲気としてはなんていうの、イーグルス的なカントリーロックと、あとはまあ AOR みたいな結構スタイリッシュでかっこいい曲が入ってて、これがめちゃめちゃいいというので、まあ好きになって、でアルバム2枚しか出してないんですよ。これと今回買ったこいつしか2枚しかないんで、まあ両方聴いてみたいなと思っていたところ、ファースト発見したんで買ってみました。でこっちのファーストの方はもうゴリゴリのカントリーロックで、実際にイーグルスのメンバーとかが参加プロデュースとかをしてるというわけで、
まあその辺はもう間違いないなっていう感想ですね。 B 面のオールドテネシーとか最後の曲のラブミースルー&スルーとかがめちゃめちゃかっこよかったです。ブルーズゴールドいいバンドだなと思いました。あとはまあこれも付随してなんですけど、そのなんていうんだ、ウエストコースト系というかカントリーロック系でいうと、このシルバーってバンドも好きで最近よく聞いてます。このシルバーも、このアルバム1枚で確か解散をしてしまうんですけど、これもゴリゴリのカントリーロックイーグルス系のサウンドで、これもかなり完成度が高く1枚で解散しちゃったのが悔やまれるかなというバンドがこれですね。続きましてエリック・カルメンの、ソロのファーストアルバムですね。普通にタイトルもエリック・カルメンかな。でエリック・カルメンはまあ全然予備知識がなく、たまたまこう店にのベストアルバムが入ってきて、それを流したのがきっかけですごい好きになりました。これに、オール・バイ・マイ・セルフっていう曲が1曲目に入ってて、それが聴いた瞬間に好きになるぐらいのめちゃめちゃいいバラードで、まあ、彼の代表曲でもあるのかなっていうふうに思います。でそれが聴きたくて、今回これを買ったっていうところですね。今言ったオール・バイ・マイ・セルフとか、サンライズもそうだし、ザッツ・ロックンロールみたいな、代表的な曲もこれが結構 A 面にぎっしりといい曲が詰まっていて、特に A 面が、今のところお気に入りかなというふうに思います。すごいポップだし、あとはクラシックの曲からの引用とかもあって、すごいなんて言うんだろう、壮大だけど聴きやすい、素晴らしい曲が多いかなというふうに思います。で、そんな詳しくないんで、次このアルバムを聴けとかね、あとはそのバンド時代、クランベリーズでいいのかな、の曲とかでもこれがいいぞみたいなのあったら、ぜひコメントとかで教えてもらえたら嬉しいです。で最後ですね、最後がヘアカット100の、ファーストアルバムで、ペリカンウエストっていうアルバムです。上に何ですか、セーターを着て、それをこうズボンにインするみたいな、こういうファッションをやっていて、すごいかっこいいんじゃないかなというふうに思います。これを買ったのは、もともと日本のバンドでフリッパーズギターが好きで、で、最近なんとなくこう、ね、もう一回聴いてみたら、ああ、やっぱめちゃめちゃいいなと。ということで、そのフリッパーズギターが影響を受けているバンドをちょっと聴いていこうかなと思って、最近少しずつ聴いていて、あのスタイルカウンシルとかね、あとは、これも代表格かなと思うんですけど、バスルームで髪を切る100の方法って曲が、カメラトークってアルバムが入ってて、それのなんていうんですか、インスパイア元だと思うんですけど、これ聴いてみたいなというところで、ちょうど安いの見つけたので買ってみました。このバンドも確か単名で2枚ぐらいしかアルバムない買ったのかなというところなんですけど、聞いてみたら、そのリッパーズギターに代表されるような、なんて言うんだろう、スタイリッシュで、夏っぽい曲が多いかな、夏っぽくて、あとはなんて言うんだろう、サルサとかラテン系の雰囲気を持った曲が多いと。なんかこうギターの速いカッティングとかね、そういう、こうおしゃれだけど、かっこいいしノリもいい曲、そんなのがいっぱい入ってて、あ、これは確かにこうフリッパーズギターの源流なのかなと思えるようないいアルバムでした。好きな曲はね、ラブプラスワンとかフェイバリットシャツとかっていう曲があって、ちょっと見づらいけど、 A 面 B 面じゃなくて、これはカット1カット2とかって書いてるっていう、工夫というかおしゃれさもありますね。はい、以上で、今回購入したレコード5枚の紹介を終わりたいと思います。リサイクルショップチャンネルのつもりなんですが、結局なんか音楽ネタばかりをやっておりですね、やってほしいこととか、こういうこと話してほしいみたいなことがあったら、ぜひコメント欄とかで書いていただければ、採用したりしなかったりするかなと思います。ぜひよろしくお願いします。引き続き、店舗の方もやってるので、札幌近郊の方はぜひ来ていただければなというふうに思います。概要欄に詳しい詳細が載ってますので、そこも見てみてください。でまだの方はチャンネル登録して、過去の動画を見たり、次の動画を、ぜひ見逃さないようにしてもらえればなというふうに思います。以上、バイバイ。